クルスク公国とは11世紀から13世紀にかけて存在したルーシの分量公国である。クルスク公国はノブゴロド・セベルスキー公国勢力圏の東の辺境に位置し、首都はクルスクに置かれた。CNVKRPT-LIKIS ポリエチレン、チェルニゴフとその分量公国 C、チェルニゴフ公国 V、フシチーシ公国 N、 ノブゴロド・セベルスキー広告 K、クルスク広告 R、ルイリスク広告 P、プチブリ広告 T、トルブチェフスク広告、周辺の主な広告 KI、キエフ広告ポリエチレン、ペレアスラブリ広告ラリャザン広告 S、スモレンスク広告ポイントは広告の首都の位置のみを示す。国境線は2014年現在、歴史家の大部分は、 クルスク公国の成立を1094年から1095年にかけてのこととみなしている。それは、クルスク公として、ウラジーミルモノマフのこのイジャスラフの名が資料に見られることに基づく。一方、数人の歴史家は、公国の成立はそれより早く、1077年、もしくは1068年と推察している。12世紀前半に、クルスクを含むポセミエ地方をめぐり、 オレグ家とモノマフ家による権力闘争が起こった。その結果、12世紀半ばまでのクルスク港は流動的であり、クルスクの統治は広大理によるところが大きかった。クルスクを公が直接統治したのは1127年から1129年、1136年から1139年、1146年から1149年の間である。 この時期のクルスク公の変遷は、例えば、1127年に、オレグ家のチェルニゴフ校フセボロドは、自身のチェルニゴフ行為をめぐるおじとの闘争に介入されることを避けるために、クルスクをモノマフ家のキエフ大公ムスチスラフ一世に活動することを余儀なくされた。しかし、1130年代半ばに、ムスチスラフ一世と他のモノマフ家の公家たちとの内紛に乗じて、フセボロドは、 クルスクを取り戻している。最終的には1160年代の初めに、クルスク公国の地位とその行為継承は、固定的なものとなった。すなわち、クルスク公国は、ノブゴロド・セベルスキー公国の分量公国と位置づけられ、オレグ家による政権が確立した。1183年から1185年にかけて、クルスク公、フセボロド・スブヤトスラビッチとその重視体は、 兄にあたるノブゴロド・セベルスキー公のイーゴリラと共に、ポロベツ族への遠征に参加した。このうち1185年5月のルーシの軍勢の敗戦が、イーゴリ軍機の題材となっている。1206年のチェルニゴフでの諸公会議と、1211年のガーリチ公国、ボルイーニ公国の創失の後、おそらくクルスク公国は、ノブゴロド・セベルスキー公。 イーゴリの子孫によって統治されていた。この時期のクルスク港にはオレグという人物の名が知られている。オレグは1223年のカルカカ藩の戦いに参加した。その後1226年にチェルニゴフ港を見入ると戦った。おそらくこの戦いはオレグが諸公会議での決定事項を覆そうとしたことが原因であり、オレグはウラジーミルスーズダリ対抗。 ユーリーの軍の支援を受けたミハイルに敗れたと思われる。なおアフェイ朝廷には、キエフ大公ウラジーミル4世によって、キエフの不主教のキリルが派遣された。モンゴルのルーシ進行期において、クルスクの町は1239年に、バトゥの軍に破壊された。しかし、クルスク公国自体は存続した。リューベチシノディクによれば、最後のクルスク公は、 バシリー・ドミトリエベチという人物であり、バシリーはタタール人に殺されたと言及されている。何人かの歴史家は、バシリーの死は、リトアニア大公国とタタール軍との戦争の過程で、クルスク地方が荒廃していた1275年以前のことであるとみなしている。バシリーの死により、クルスク区下は断絶した。しかし、クルスク行為は廃止されたものの、 しばらくの間、この地の広告は、クルスク広告と呼ばれ続けた。日本年代期では、1283年頃に、ティムールのこのテムニクである、アフマトが、クリミアタタール人の有していた、朝税権を獲得し、クルスク広告の人々すべてに、多大な負担を与えたという記述がある。一方、ラブレンチー年代期には、このアフマトに対して戦った、ルイリスク。 金金公をオーレグと、立潔区公、スビアトスラフの名が記載されているが、ラブレンチー年代記を含む、多数の年代記には、クルスク公と称される人物は言及されていない。中村義和、イーゴリ軍記、ロシア中世、物語集、P207 から223、等、イゲタサダヨロア時点 P996。ありがとうございます。